どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回も186勝のクランのリプレイを見ていきたいと思います。私たち負けましたからね、早速見ていきましょう。はい、こちらゴエモンジャパンビンゴさん、この配置も私ビンゴさんにはもう言ったんですけれども、まあ、ハルパパさんのね、戦いにおいて、ビンゴさんこの配置を2回使いまして、2回ともハルパパさんに星2を取られるということですね。まあ、私、まあ、ビンゴさんにはもう言ったんですけれども、いやー、星3取られました。見ていきましょう。まずですね、今話題のアチャヒーなんですよね。クイヒー、アチャヒー、どっちなんですかね。ちょっとコメント欄で教えていただけると嬉しいんですけども。まあ、アチャヒー、クイヒー、アチャヒーでいいんじゃないですかね。はい。見ていきましょう。まず、ヒーラーで、このね、レベル40のアーチャイ君やっぱ強いんですよね。そしてヒーラーで死なないんですよ。で、今秒間ダメージが今100ちょいですよね。全然耐えきれてますね。はい。でも本当に耐えきれてます。で、こうアチャヒーで何するのかなと思ったら、下の方をどんどん掃除していってるんですよ。はい。要するに、そのブロックをね、どんどん破壊していくことによって、その他の今編成のネクロ7体でゴリ押ししちゃおうということですよ。でもこう、ネクロ7体でゴリ押しできないですよ。正直。そして、11時の方向、ゴーレム出てきて、ウィザード ?2 体 ?3 体これは何をしているんでしょうか。ウォールブレイカー、中心部。そして、ゴーレムが中心部に向かっていきます。ん?そして、ジャンプ。ネクロ7体。ん?ちょっと、どういうこと?どういうことか。おー、これ、巨木、巨木、巨木。うまく避けたなぁ。これ今巨爆ネクロ引っかかってくれたらドキャーンってやつできんのに。ドキャーンってできんのに。そしてレイジをかけての、ヒーラーですね。もうこの破壊力ははっきり言って最強です。ヒーラーにレイジをかけた瞬間ももう回復量がほぼほぼもう死なないですね。ほぼほぼのユニットが。そしてネクロこの数ですよ。そして裏ホグというかなんつうんですかね。裏ホグっすかね。これは裏ホグっすね、完全に。はい。そして中心部、もうですね、ネクロ7体いるんですよ。ネクロ7体いるので、もうインフェルノが機能してないんですよね、もうここら辺。このうじゃうじゃいすぎて。いやー、やられたなと。いや、すげえなと思いましたね、正直。で、こうガーゴイルも狙ってるんですよ、これ。完全に、これ一発目でやられたんですね。完全に星さん狙いに来てるんですよ、一発目から。これは、そう、まあ、その、まあ、アチャヒーでやりやすいかなとは思うんですよ。まあ、下ブロックを破壊して。で、ここでゴーレム出して、ゴーレムでウィザード数体でサイドカットして、ここで、ウォールブレイカーで、ここでジャンプで、裏ホグ。で、こう、削り用のガーゴイル。これ、で、そしてアチャクインが、アチャクインだって。アチャクイが、マックスなんですよ、体力が。これ、すごいっすね。これすごいですね。まあ、そうなんつうんでしょうね。この、まあ、でき、私も、できそうですよね、でも。いや、できない、できない、いや、できない、いや、わかりますよ、わかりますよ。急遽できねえよと、わかります、わかります、本当に。見事でしたね。ということで、今回は、ビンゴさんがやられてしまいました。すごい、186勝クラン。もう、これ、伊達に186勝じゃないですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。